まあ、柏はできるだけね一つでも押し上げるということを心がけてボールサイドで数的有利作りたいですよね。三つ丸のクロスこぼれて細谷のシュート、また中村と後ろから決まった、高橋裕二、前半の15分ロングシュートが決まりました。まあ、ゴールになりましたよね。はい、こぼれ球、札幌のね今ね足を出したディフェンスに当たったんですよね、最後おそらく菅選手ですかね、はい、それによって最後コース変わった感じになりましたね。まあ、それにしてもこのショートバウンドの素晴らしく抑えが効いた。